ナンバーアンダーラインアイメンバーがマクドナルドズの広告に登場することでファンにとってはまさに夢のコラボレーションと言えるでしょうユーザーからも熱狂的な反応が寄せられていますマクドナルドの広告に待ち望んでいたファンの願いが叶いましたすべてのメンバーが初めて一緒に出演する CM がリリースされたのですこの白黒のビデオはマクドナルドの公式アカウントで投稿され 視聴者に強烈な印象を与えました。そのビデオの中で、平野翔、岩ン太、神宮寺ユ太の3人が、プロ意識あふれる姿で、黄色いチキンパイを手にしています。マクドナルドの広告には、グループの3人が一度に出演するという期待が込められていました。これは多くのファンにとって嬉しい驚きであり、長らく待ち望んでいた瞬間でした。 この CM が撮影されたのは、アメリカのコーチェラフェスティバルに向けての出発前だったようです。キシユタの髪型から判断すると、ビデオの編集にはかなりの時間がかかったと考えられます。また、ナンバーアンダーラインアイのスケジュールの忙しさを考慮すると、事前にビデオを撮影することは理解できます。それでも、メンバー全員が揃った CM の完成が待ち遠しいですね。 マクドナルドは、これからも高い売り上げを記録すると期待されます。なぜなら、ナンバーアンダーラインアイの影響力は日本国内だけでなく、世界中に及んでいるからです。ナンバーアンダーラインアイのファンは、日本を訪れた際には、優先的にマクドナルドを訪れるでしょう。ファンのコメントも喜びと興奮に満ちています。みんなマクドナルドに行きたくなりましたね。 これからもマクドナルドとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションに期待が高まります。これからもみんなでマクドナルドのナゲットを楽しんでいきましょう。そして新たな驚きと感動を期待しています。あなたはマクドナルドの新しい広告にどんな期待を寄せていますかマクドナルドズ日本が新しい広告キャンペーンを発表しました。人気アイドルグループ ナンバーアンダーラインアイの3人メンバーが初めて出演することになりました。これはマクドナルドとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションによるものです。このキャンペーンは大きな話題を呼んでいます。ファンの皆さんからは嬉しい、毎日マックに通いたくなったなどの喜びの声が上がっています。3人のキャラクターが好きなファンにとっては待ち望んでいた出来事だったようです。 広告には3人が楽しそうにマクドナルドの人気メニューを堪能している様子が収められています。ナゲットやハンバーガーなどを頬張りながらリラックスした雰囲気が伝わってきます。ファンならではの反応も寄せられており、明日からナゲット生活、毎日マック通いなど、マックにハマりそうな投稿も。広告の内容は単なる CM だけではありません。 三人の魅力や人となりが込められているようです。ファンにとっては、三人の素顔に触れられる機会となっているようです。広告のリリースを機に、マクドナルドとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションはさらに深まっていくことでしょう。こうした取り組みが、ファンの支持を集め、企業のブランド価値向上にもつながっていくと考えられます。これからの展開にも注目が集まっています。 この夢のコラボレーションを通じて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがマクドナルドズの広告に出演することになったとのことです。ファンからは、嬉しい、たっぷり行きたいといった喜びの声が上がっています。ナゲットが大好きという声も多数あり、マクドナルドズのナゲットが特に人気だということがわかります。さらに、このコラボレーションを機に、 ナンバーアンダーラインアイファンとマクドナルドズファンが交流を深められるのではないでしょうか。二つのファン層が重なり合うことで、新たなファン層の開拓にもつながるかもしれません。ナンバーアンダーラインアイメンバーの魅力がマクドナルドズの商品やブランドイメージに良い影響を与え、マクドナルドズもナンバーアンダーラインアイの認知度向上に大きく寄与することが期待されます。まさに、 ウィンウィンの関係と言えるでしょう。今後、このコラボレーションをきっかけに、ナンバーアンダーライン愛が新しい活躍の場を見つけられるかもしれません。メンバーそれぞれの個性が存分に発揮される機会にもなるでしょう。ファンにとっても、ますますナンバーアンダーライン愛の魅力に浸れる喜びを感じられることでしょう。それでは、ナンバーアンダーライン愛るマクドナルドズの夢のコラボレーション。 どんな素敵なものになるのか、今後の展開に注目していきましょう。例えば、ナンバーアンダーラインアイメンバーが自身の SNS でマクドナルドズのプロモーションを行えば、ファンからの反響も大きいはずです。彼らの素敵な笑顔や楽しげな様子が、マクドナルドズの魅力を存分に引き出すことでしょう。また、マクドナルドズの看板商品であるナゲットが、 ナンバーアンダーラインアイファンの間でも大人気だということが分かりました。ナゲットを中心とした商品ラインナップの提案やナンバーアンダーラインアイデザインのオリジナルグッズの販売などコラボメニューの展開も期待できるかもしれません。さらにはナンバーアンダーラインアイの出演する CM や店頭ポップ広告などでファンの期待と興味を最大限引き出すようなクリエイティブも 注目に値するでしょう。こうした施策を通じて、マクドナルドズとナンバーアンダーラインアイのシナジー効果を最大限に発揮させることができれば、ファンの心をわしづかみにすることができるはずです。今後のナンバーアンダーラインアイるマクドナルドズのさらなる展開に、ファンの期待と楽しみは膨らむばかりですね。このコラボレーションがどのような形で実を結ぶのか、今後の動向から目が離せません。 この動画では彼らがプロフェッショナルな外見で黄色いチキンパイを手に持っているシーンが描かれています。ファンとしては3人が同時にマクドナルドの広告に登場するのを見るのが楽しみですよね。それがいかに喜びをもたらすか想像できます。このビデオはおそらく彼らがアメリカのコーチェラフェスティバルに向かう前に撮影されたものでしょう。 キシユタの前髪が今ほど短くないことから、ビデオの編集には多くの時間がかかったことが理解できます。また、ナンバーアンダーライン I のスケジュールの忙しさを考慮すると、ビデオ撮影は事前に行われるのが一般的です。この完成された CM が公開されるのを待ちきれませんね。マクドナルドは、この広告を通じてさらなる売上増を達成することを確信しています。 ナンバーアンダーラインアイの影響力はますます世界的に広がっており、国内だけでなく観光客までもが日本に訪れる際にマクドナルドを優先的に選ぶでしょう。ファンのコメントも興味深いものばかりです。ユータさんが喜びを表現し、マックへゴーと呼びかける一方、他のファンはナゲットの美味しさについて語っています。これらのコメントは、 ナンバーアンダーラインアイの人気がどれだけ高いかを示しています。さて、これからの予想ですが、この新しい広告がどのようにブランドのイメージに影響を与えるか注目されます。また、ファンはこの広告をきっかけにマクドナルドへの訪問回数を増やすでしょうかそれとも、広告効果は一時的なものに終わるのでしょうかこれからの展開が非常に興味深いですね。 あなたはこの新しい広告についてどう思いますか期待と興奮が高まる瞬間です。